アツオ、行く。夜勤の時間だ。アツオ、最後だけ巨人という実感未だ湧かず、セカンド待つだなんてなかったんや。こんな重い体で二塁守らせたんか。セカンドやれる身体能力あるから大丈夫やろ。憧れやったんなら衰えた今やなくて全盛期の時に出たらよかったのに。おじいちゃんやん。ジュニア出てんのや。まあ、ヤキーとかこんなもんやろ。草。ケツバットで草。マッチ時間が。フィッシュは初見わからんのよ。そっちに落ちるんかい。全然リアクションしてもらえなくて草。そんなんだから WBC 優勝できねえんだぞ。オールスターズのホラネカンよ。実物に近い練習してないと無理やろな。あのちゃん以下は辛い。ヤキー要素終了。やっぱ若さって大事やな。糸井は阪神からの仕事が忙しいんやろな。ご視聴ありがとうございました。